アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年11月12日場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023X3 リーグ第4節、本日組まれました最後の一戦となります。サイドワインダーズ対クラブウェアーズの一戦が間もなく行われます。試合開始14時20分キックオフ予定となっております。両チーム試合に先立ちましてウォーミングアップへ、間もなく始まります試合開始の時を迎えようとしております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取りますのが本日はホームチームという扱いになっておりますサイドワインダーズです。チームからのブラックをまとっております。創部は1970年と関西社会人最古の歴史を誇る古豪の中でも最も権威ある古豪のチームです。創部当時は京都大学、日本大学、立命館と当時のアメリカンフットボールの強豪校が中心になりまして結成されましたチームです。かつては岩谷をメインスポンサーとし、岩谷サイドワインダーズとして X1 でもその雄姿を届かせておりました。現在はノンスポンサーとなっており、そして昨シーズン X2 において入れ替え戦で磯のスーパースターズに敗戦しまして、残念ながら今季 X3 という地位にありますが、しかし今季非常に大きなチャンスを得たシーズンになっております。一気にこのまま X2 返り咲きを目指さんと今シーズンこの第4節の一戦に臨んで挑んでおります。しかしこれに待ったをかけんと、対戦しますのが本日の対戦相手になります。ホワイトのユニフォームをまとっておりますクラブベアーズです。かつてはマイカルベアーズという名前で関西においてその雄姿を届かせておりましたチームです。マイカルベアーズと聞けばオールドファンはみんな震えるような感動を覚えるかもしれません。かつてはパナソニック、そして現在はエレコムとなっているサンスターとともに関西三強の一角を担っておりました実業団チームでした。しかしマイカルが撤退しましてから後にクラブチームとして、方針を転換し、なかなかスポンサーが定まらない状況の中、現在は X3 に甘んじております。しかし今季も非常に調子、今季戦力立て直しが徐々にままなってきておりまして、前節は琉球を倒しまして今季初勝利を遂げております。その両雄による一戦が間もなく行われます。実はこの一戦はこの B ブロック、もしかしますと最後に波乱が起こるかもしれない一戦となっております。勝ち星で言いますならば、現在はサイドワインダーズが2勝1敗、そしてクラブベアーズが1勝2敗、そして昨シーズンの戦績から見出してもサイドワインダーズがおそらくは優位ではないかという状況にありますが、しかしもしこの一戦でサイドワインダーズがベアーズが勝利し、サイドワインダーズを倒すとなりますと、ともに2勝2敗となります。さらに言うならば、この直接の対戦成績は優劣を示すことになり、ベアーズが勝利した場合は同率勝ち星の場合、ベアーズの方が上位になるという逆転が起こるかもしれない一戦になっているという状況です。そして今シーズンは他の試合でもご紹介しましたが、上位3チームに入れるか否かが来季における大きな分水嶺となります。3勝2敗という状態になりますと、ここにおける優劣が最終的に昇格者、そして降格者や現状維持のいずれかという形の分水嶺になる可能性があります。その意味におきましても、この第4節のこの一戦、非常に大きなウエイトを占める一戦となります。ぜひご視聴かなう方々はご注目ください。ピノさんは早速チャット内のメッセージありがとうございます。ベアーズ頑張ってくださいのメッセージは、これはベアーズの方々に対して大きな励みになるでしょう。先ほど申し上げました通り、この一戦はベアーズにとっても大きな一戦になります。あわよくば X2 に返り咲けるかもしれないという起死回生の一戦になるかもしれないこの一試合。さあ果たして制するのはどちらとなるでしょうか。まもなく試合開始のなるその前になるコイントスが行われています。フィード上、先ほどまで降っておりました雨は上がりましたようですが、しかし風が出てまいりました。
雨の後の風ですので非常に冷え込みが強くなってきております。この点もこの勝敗において大きな要因になる可能性が出てまいります。サイドワインダーズキックオフ、クラブウェアーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。本日の配信第3試合のメンバー表は残念ながら私の手元には届いておりません。面会にありますメンバー表でのご紹介となります。メンバー変更等がございました場合、変わった別の方のお名前を読み上げてしまっている可能性がありますが、何卒ご了承をお願いいたします。まず試合はサイドワインダーズのキックオフで始まる形になります。キックオフしますのはサイドワインダーズ12番の田原が務める模様です。立命館大学出身です。失礼しました。キッカーは0番の選手が入っております。おそらく0番は、神戸です。神戸学院大学出身。さあベアーズはリターナーを2枚配置しています。さあ短いキックを蹴った。これをベアーズは早い地点で確保しまして、攻撃位置を確保しております。まず自らが攻撃を円とする形の短いキックを蹴りましたが、これはベアーズを抑えました。ベアーズ自陣40ヤードからの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはベアーズの攻撃。ベアーズ自陣40ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあまずランプレーから入ります。ハンドオフをランニングバックに託しまして、ランニングバック中央密集点をトップ測りまして、約3ヤードから4ヤードのゲインとしました。託されましたランニングバックは45番のプレイヤーです。45番の川端、北大津高校出身のプレイヤーです。さあこれによりベアーズは2回目の攻撃に入ります。セカンドダウン7、2回目の攻撃、攻撃権更新必要距離7ヤードとなりました。ボールオンは自陣43ヤード。今度はサイドワインダーズナイスディフェンス。再び中央へのランプレーを展開しようとしましたが、ここでサイドワインダーズ77番が見事に切り込みまして、このランを阻止しております。サイドワインダーズ77番、素晴らしいプレーでした。残念ながら最初の面間表ではいただいておりませんので、お名前の呼称はできません。失礼いたします。さあクラブベアーズサーダウン7、3回目の攻撃突破なるでしょうか。この7ヤード、ここでベアーズオプションプレーで QB 自らがキープを展開しようとしました。しかしこのランプレーをサイドワインダーズ1番見事に対応しまして、このランプレーを阻止しております。フォースダウンに変わります。見事な対応をしましたのはサイドワインダーズ1番の中田です。桃山は学院大学出身。クラブベアーズフォースダウン7、フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしパントはキックによる攻撃を放棄する形になります。さあその放棄する代わりに得られる陣地どこまで返す形になるでしょうか。ここでホイッスルが鳴っています。審判団からイエローフラッグが投じられております。
オフェンスのディレイオブザゲームの反則です。オフェンスには制限時間があります。この制限時間内にプレーをしないと5ヤード抜退という形になります。従いましてクラブベアーズ5ヤード下がりましてフォースダウンやり直しとなります。クラブベアーズフォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。ここでイエローフラグが投じられています。反則があった模様です。ディフェンスにオフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。しかしこれをベアーズは取りません。先ほどのプレーを有効としまして攻守交代成立となります。攻撃権は変わりましてサイドワインダーズに変わります。アメリカンフットボールはこのように4回の攻撃権を駆使しまして10ヤードの前進し攻撃権更新を繰り返すかエンドゾーン得点エリアを目指します。まずそれによりましてサイドワインダーズの攻撃に変わりました。サイドワインダーズ自陣30ヤードからのファーストダウン10、パス不成功。ここでサイドワインダーズはまずパスプレーから入りました。オフェンスチームはボールプレーの開始点から後方より一度だけ前にパスを投げることができます。この権利を使いまして一気に前進図らんというプレーでしたが、しかしこれはベアーズのディフェンスのカバーもよくパス不成功となっています。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いましてサイドワインダーズ位置変わらずセカンドダウン10の状況になります。サイドワインダーズセカンドダウン10、これはベアーズナイスです。ここでサイドワインダーズはランニングバック0番にハンドオフしまして中央トップ図らんというところでしたが、ここでベアーズ66番見事なプレッシャーをかけまして約2ヤードから3ヤードロスを奪っています。結果的に止められたところまでが前進交代の距離となりますので、サイドワインダーズは3ヤード下がる形になります。見事なタックルをしましたのはベアーズの66番の斉藤です。立命館大学出身。さあサイドワインダーズサーダウン13の状況を突破なるでしょうか。パス成功、ナイスパスカット。ここでパスプレーによってワイドレシーバー24番にそのパスを投じましたが、このキャッチ直前のところでベアーズ17番が見事なパスカットしましてパス成功。サイドワインダーズフォースダウンに変わります。素晴らしいパスカットを決めましたのはベアーズの17番の橋本でした。京都府立大学出身のルーキー。サイドワインダーズフォースダウン13、パントフォーメーションを取ります。このパントはハーフウェイを越えたところでボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。双方とも最初のシリーズはパントという形に終わりました。展開としましてはクラブベアーズが各選手プレーヤー気合いみなぎるプレーを見せているといった印象を受けます。さあ攻守変わりましてクラブベアーズ2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオンは自陣47ヤードからのファーストダウン10、パス不成功です。クォーターバック6番右に展開していた82番にパスを投じましたがディフェンスのプレッシャーからかパス不成功となっています。クラブベアーズセカンドダウンに変わります。
クラブベアーズセカンドダウン10。ここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、ランニングバック28番にピッチし託しましたが、しかしこれはサイドワインダーズ抑えておりまして、ノーゲインとなっています。クラブベアーズサードダウン10となります。ここでスクリーンパスを投入しました。スクリーンパスはロングパスを投じると見せ、ディフェンスのなしを中へ切れ込ませ、そのすれ違いざまランニングバックにキャッチアンドランを図らせるブロッカーのつけたデザインプレーでしたが、しかしこれをサイドワインダーズ見事に対応しておりまして、フォースダウンに変えます。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。画面上に映し出されておられます数多くの企業様、そして個人様のご寄付、ご支援によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。この企画は現在も申し込みを受け付けております。 YouTube 配信欄、こちらのページにあります、説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカードございますので、この内容をご覧いただき、企画ご同意くださいます方々おられましたら、ぜひよろしくお願い申し上げます。試合再開です。クラブベアーズフォースダウン7パントフォーメーションです。さあサイドワインダーズリターンに入る。これもベアーズなんとかカバーしまして、サイドワインダーズ陣20ヤード付近でボールデッドし、この位置での攻守交代となります。さあ互いにこの試合の意味合いが大きく理解伴ってのウェイトになっているのでしょうか。ともに膠着状態にあります。サイドワインダーズ2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオンは自陣21ヤード。パス不成功。さあパスプレーから入らんというところですが、このパスはオーバースローしまして、パス不成功となっています。サイドワインダーズセカンドダウンの攻撃に変わります。またベアーズ非常にディフェンスバック陣がレシーバーにプレッシャーをかけている印象も受けます。サイドワインダーズセカンドダウン10。パス不成功。今度は左側にいました8番へのパスでしたが、8番キャッチミス、パス不成功でサードダウンに変わります。前節まで好調でしたパス攻撃が本日は機能していない感があります。ディフェンスのカバーもありますが、もしかしますと今現在の天候、気温が大きく影響している可能性があります。サイドワインダーズサードダウン10。パス不成功です。クォーターバック16番プレッシャーを浴びながら、なんとかパスを投じましたが、コントロール上ずりまして、パス不成功、フォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウンパントフォーメーションを選択します。
このパントはベアーズ陣40ヤード付近でボールデッドとなり攻守交代となります。古豪同士その闘志あふれる状況みなぎってか現在面白い膠着状態に陥っている感が見受けられます。さあ攻撃権変わりましてクラブベアーズの攻撃になります。ボールオンは自陣42ヤードか43ヤードからの攻撃です。クラブベアーズファーストダウン10。中央へのランプレーです。何枠45番粘りましたが最終的にはサイドワインダーズ23番がタックルしましてゲイン1ヤードにとどまっております。タックルしましたのは23番の石原でした。大阪産業大学出身。クラブベアーズセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック6番内側に切れ込んできたワイドレシーバー85番にパスを通しまして約7ヤードのゲインに変えています。見事なパスを通じましたクォーターバック6番は杉谷。大阪体育大学出身の52歳。取りましたワイドレシーバー85番は西へ。大阪教育大学出身の51歳です。ともに50オーバー100オーバーのプレイヤーのコンビネーションです。クラブベアーズサーダン2。パス不成功。クォーターバック6番右に展開したタイトエンド92番へのパスでしたが92番キャッチミス。パス不成功によりフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン2。パントフォーメーションを取る模様です。ボールオンは相手陣49ヤード。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。パントのボールがエンドゾーンに入りますとタッチバックの判定になり相手チーム自陣20ヤードからの攻撃に変わります。攻守交代になりましてサイドワインダーズの攻撃に変わります。サイドワインダーズ自陣20ヤードからの攻撃に入ります。サイドワインダーズファーストダウン10。南2枠0番ハンドオフから左オープン展開を図りディフェンスのプレッシャーある中内側に切れ込んで約3ヤードのゲインに変えています。オフェンスラインも非常に強いヘルプを加えてなんとか前進を確保しております。南2枠0番は神戸です。神戸学院大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン7。何枠0番再びハンドオフ託されまして中央切れ込み約6ヤードのゲインに変えています。さあまずこの攻撃のランによって状況打開図らんといった感が見受けられます。サイドワインダーズサーダン残り1ヤード。
ただきます。ナイスゲーム、ファーストダウン。ランニングワーク01、三度のハンドオフ託されまして中央突破、タックル受けましたがそこから素晴らしいセカンドエフォートで前進図りまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストダウン、まずこの攻撃のランによって攻撃権更新を果たしました。さあ一つ攻撃権更新を果たしたサイドワインダーズ、ボールオンは自陣44ヤードからのファーストダウン10。パス成功、ファースター、今度はパスが決まりました。クォーターバック右に展開しておりましたワイドレシーバー10番にパスを通し、10番ヒットを受けながらキャッチアンドランし攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、パスキャッチで攻撃権更新を果たしましたのはワイドレシーバー10番の浦田です。大阪産業大学出身。サイドワインダーズファーストダウン10。ナイスラン、ファースト。今度はランニング枠10番に託しました。ハンドオフを受けました10番、左オフタックルを見事なステップワークで切り抜けまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、サイドワインダーズ0点、クラブベアーズ0点、攻守方向入れ替え、これより第2クォーターに移ります。